あー、めっちゃ入って寂しくなっちゃった。さっきから多いのはね、メタナイトを消そうとして間違えてウィングを消しちゃうことが多いんです、さっきから。さっきはそれがたまたまあの炎に当たって落ちちゃったって。マジで気をつけた方がいい、ほんとに。マジで焦ったらダメなゲーム、トップクラスに入るこのゲーム。いや、結構後の方だな、これ。あ、いいんだ。あぶね。まあ、いつまで移籍やるかは、まあ、考えもんだけど、どうして、まさかにもう無理だってなるまではやろうかな。時間と精神的なこと考えて。あんま多分ね、もう、今日逃すと、ワンちゃんも今週、ここまでしっかりできる日が取れない可能性があるから、とりあえず一回通して終わりくらいにしか、時間しか取れない可能性があるから、できるならもう今日やっちゃいたい。今日できるとこまで詰めてみたいんだよね。お前、いいですね、ゴールドですね。お、捕まりなし。ナイス。早い。早い。ありがとうございます。なんか序盤離席今日してからだいぶ序盤の動き覚えてきたな。離席やってなかったからね、まだカービィ。
序盤の動き覚えてなかった。そうですね。理想的なのはね、まだ前次で前半の動きを覚えるっていうのも一つの方法だと思うんだけどね。ただまあ結構上手い人ってあんまり移籍してないことが多いんで、正直やっぱり移籍はいいのいいか悪いかって言われると悪いな。自分はなんか序盤でもうグダってたらもうその後の動きやりたく、その後走りたくなくなるから移籍しちゃってるけど、いつもこのゲームでもそうだけど。ただまあ基本上手い人とか見てるとね、リセットしたことない人がいて、結構めちゃリセットほぼしない人とかいて、やっぱり人大体リセットしてない印象あるわ、最初のうちは。それこそ記録めっちゃ攻め出したら、まあ、リセゲとかしだすけど、最初のうちだとほとんどリセゲしてない印象がある。通すだけ通して自分の弱点を見つけてる。自分とは大違いよ、リセゲばっかしてる。なんか ここちょっと最近安定しないね。なんかちょっと隙の回数減らしてんだけど、最近含めて安定しねえか。やっぱ隙の回数増やそうかな。あ、やべやべ、回復危ないからちょっとこのどうなったかしら。まあ食い元ってロスだけど、まあまあいいでしょう。みんなチョコ食ってんなって言ったら、ケツがかゆい。じゃあもうケツ取れよ、もう。取ったらかゆくなくなるよ。そういうこと言う。だってそうするしかないじゃん。痛いんだったら、じゃあその体の部位取ればいいやん。みんなチョコ食ってんな。バレンタイン。
ハッピーバレンタインドイツ。みんながみんなハッピーだと思わない方がいいと思うよ。自分は普通にあの友人からもらいました。普通に一個だけ。男ですけど。ママからすらもらわねえから、自分バレンタインはもう。悲しいこと言うけど、ママからすらもらえないバレンタインで。泣く感じそっちじゃねえだろ。ワンワンだよ、その泣くは。マジで危ない、そういうの。だからトースやめろって、ほんまに。マジ？あのトスちょっと対策しなきゃやばいな。危ない、マジで。めっちゃ怖い。あ、あそこちょっともうちょっと練習すっか。目薬さして。マジで最近目がね、ちょっとかしょぼしょぼする。目がしょぼしょぼするとか、この語彙力のなさはちょっとなくしたいけどな。かっこ悪い。目取ろう。仕返ししてきやがったな。目取るか。別に自分は取りたいわけじゃないから、その後の賠償金払って。自分の生活に支障が出た場合は。テリーさん、レイドありがとうございます。ビッグレイド来た。どうも。こんばんは。いた！
あ、グッドラックありがとうございます。今日は星のカービィ B を走っておりますレモンと申します。普段はカービィの走者ではないんですけど、普段はマリオと動物の森を思い走ってるものなんですけども、今日は気分を変えてカービィを最近やっております。よろしくお願いします。まあそれなりのペースである。ただ今日ゆりせげが続いてるからちょっとあ、ハチドギさんグッドラックありがとうございます。あら、自己ベが2時間18秒なんでちょっと2時間切りを狙いたいんですけども、前半でなかなか、ちょっと今日前半でコピーなくなることが多くて1時間半ぐらい移籍やってますね。あ、タッキーさんグッドラックありがとうございます。いっぱいいらない今日は。本当に回復取らなくてよかったこれちょっと若干今見たら体力危なかった。半分切ってるやん。はい、切れべ。お見すぎって誰やどんな誤字や。あ、切れた切れないでくれ。ナイスゴールド。やっぱ最近の女神はもうダメだな。もっと斧出さないわ。お、間に合った。初めて間に合ったあの階段。みんな切れるやん。配信者じゃなくてリスナーも切れるからこの配信。どういう、どうなってんの。事故の現場、ぜひここで間違えてメタナイトと間違えてウィング消してゲットしたっていう事故の現場。もう3面行ったらもう先進もうかな。マジで次やだ。あば、だからマジでやめて本当に勘弁してそのミスマジで勘弁して。もう本当に押し間違いは本当にダメ。またやるとこあった。もう全く同じミス。危ねえ。
あ、生きてる。危ない。突破すればまあ2の5はもう突破できるから絶対2の5で死ぬことはまあない。コピーの元でウィングなくなる。マジでしょって 4P 起きてない 3P も起きてない。危ねえ。ずっと使ってなかったけど接続切れちゃったわ。 4P と 3P でミリムと。3面、いやー3面はちょっと今日はあんまりさっきな、さっきも一回どこだっけ、さっきなんか3の1か3の1でそのままダイブ死んだんだっけ死んでもうとんでもないロスしたからちょっと怖いんだよな3面。どこでやったんだっけ？ 3 の3までは行ったか。あ、そうだ。半魚人像のあのエリアで、ウィングさんを落としたんだ。敵にぶつかって穴に。じゃ、3の3まで行ってんのか、さっきの走りで。なんでそこ乗った？上に乗っちゃった。まあ、いっか。いった。さっきの事故の現場、この辺では確か。さっきの事故の現場。
危ない、突破した。あべ、飛びすぎた、飛びすぎ、飛びすぎ、あー、3。なんとか3の1突破した、よかった。こっからんでくるな。あっ、いい、やばいやばい、マジダメね、もう違うね、操作ミスダメ、絶対200物と同じくらいダメ。あーやべ、ウータンが暴れてるよ下で。ホラーゲームだよこのゲーム、マジで怖いよ。あべ、危ない危ない、まあ、オッケあぶねえ、マジで、あのウニマジで勘弁して。
あのウニも危ねえよな、マジで。本当に怖いわ。勘弁してよ。危ない、豚危ない、豚危ない。さあ、って強靭像どうなるかな。次のエリアの。そこでウィンクなくなってもまあ1回だし、まだ発明はとりあえず1回くらいはなくなってもまあいいやとは思ってるんで、2回なくなったらさすがに考えるけど、あ、まあこの次か、ね、このか、うまいよなマジで。ナイス。オッケー。ああ、3年来た。魚怖いってもう。ウィングなしで突破できればね、結構大きめのゴールとか出せるんですよ。なくても途中にある地上面さえウィングなしでウィングありで突破しちゃえば結構大きめのゴールだと思うんですよ。出したいね、ぜひとも。ちょっと安定気味で。
ちょっと安定気味つったよね今。危ない まだここの敵の配置を覚えきれてないんだよな。めっちゃ怖い。ゲゲゲ、シフトパないね。ここで歌ナイス。ああ3名コピーもう突破した。3面はまだまだ詰めれる。やっぱりん3終わってまあ4だね。待て、やばい。ストップ。ちょっと
4P のあれが遅かったから危なかった。みんなダメージ食らっちゃったからあれなんだよな。残機が1しかない今。使うとマジで残機がなくなっちゃうから絶対死ねないもん。ウィング持ちながら4面来れたらもうワンチャン始めちゃうかな。一回あったっけな、そんな時期。今のとこちょっと危ないわ。ミックス今回はしなくて OK。ここも注意ポイント、樽の幹によっては死ぬ。あ、まあ、ミスった。チコチじゃないや。お、いいですね。よし。おはいしょ。2分10。ちょっとウィングなくなるポイントが怖い。
危ない。ここもちょっと4の2はちょっと普通に危ないから、もうちょっとアプローチ考えた方がいいな。つららが怖い。つらら巻き込むよ、オッケー。つららに当たって、しかもあの下にトゲあるからさ、消えるんだよな、モードとコピーが。4の3も危ない、だいぶ怖い。4の4も危ない。4面も相変わらずちょっと危険なところが多い。あのウータン怖いから上から。ウータン、よし。で、これをうまく避けたい。ナイス。当たりません。よし。あ、レイヤーさん、こんにちは。ウェーイ。今日もテンション高いですね、相変わらず。今日はカービィやってます。最近カービィの走り始めた。ここ集中。ナイス。危ない。あ、産業から帰ってきた。お疲れ様です。社会人大変だ、本当に。そんな社会人もね、自分もあと2ヶ月したらなるってマジですか。信じられねえ、俺はもう。もう人生修行だよ。現実は見ちゃダメだよ。目が焼けちまう。太陽光と一緒だ、あれ。ちょっと目で見てはいけないもんだ、あれは。
おお、ゴールド、いいですね。4の4。4の4。ちょっと怖い、4の4。最後のエリアがだいぶ危険かな。スーパー能力無視するとこあるんで、そこが怖い、だいぶ。俺もあと2ヶ月で社会人だから信じられねえよ。信じたくなかった。一生確定でいたい。今の学校は卒業したい。でも今の学校にはもういたくないけど、社会人にはなりたくない。あ、まずい。あー、ナイス回避。危ねえ。ストップ。よっしゃ、取った。お、はいか。ない。ここ多分ウィング切らさずに突破したことは多分ないかな、ワンちゃん。このボーリングのピン当たると一発 KO です。もうちょっと攻めれるけど、上の人だったら。今はもうこれが限界。ここ突破すれば大丈夫。初めて4の5にリンゴ持ってきたんじゃない、これ。よし、ここでゴール出します。あ、今のはちょっと下がって突きだったんですよ、今のアプローチは。危ねえ、取れた。あ、待って。危ない。あ、ちょっと回復欲しい。怖いわ。
あんま意外と早くなかった。意外とコールド出ない。なんかもうちょっと出てくるかと思った。まあ、でも一応20秒くらいか。1分くらい来るかと思ったけど、全然そんなことなかったな。ウィングせっかくあるんでウィングできますか。あんまウィングのゴライアスすげえ苦手なんだけどな、本当は。こいつ2P 以上向かないんで、こっち向きまめっちゃ向きまる。ます。いやーマジウィングでこいつ倒すのめっちゃ苦手なんだよな。ナッツ。ちょっと待って、ゴリ押し。リコハーバー、じゃあそうか。なんか今その名前を今その名前をなんか思い浮かんだわ。そうか。ここはコハイから一回待とう。頭だけだったらまあ分からなくてもないかもしれない。ここな、ここ
ケイ。ナイス。危なかった。よし、登った。いた。よし。HP が怖いけど、まだここ回復ないか、ここは あるか。じゃない。あー待てよ、危ない、これやめよう。しいね。まあ細かいゴールドだけど一応ゴールド出てるんですから。なんか槍、弓マンもちょっと怖いんだよな。名前知らないけど、その名前弓マンとか呼んでくる。カービィの敵キャラ全然名前覚えてないな、まだ。ワドルディとワドルデューとバレバレしか知らない、俺の。カービィの敵キャラの名前。危なっ。あれ食われたらコピーなくなるし、ここコピーなくなっちゃったら、あれだな。真っ逆さまだから、この取りに行けないもん。
待てよ待てよ、ウィングになる、ウィングじゃねえ、ミックスになる、危ない。あ、マジ。吐き出すな、吐き出すな、危ない、吐き出さないで。ああいう状態から吐き出すっていう意味をね、最近多いんだ、マジで。ミスったからそのまま行くか。斧返却。すっごく惜しい。舐めてますね、やっぱ女神様。危ないって。今なんで突き出さなかった。あー、ダメージ食らっちゃった。この子中ボスだわ。ナイス。近かったけど危なかった。あー、ダメージ食らっちゃったか。まあまあまあ、しゃあないか。
って不器用な不器用な男のカービィ読み魅惑センキューグッドラック。さて、グランドローパーウルトラスーパーボス、略して USB、 あれ好きです。あ、待て、2P がメタナイトだ。これちょっと召喚し直さなきゃいけない。おい、当たれ。よしよしよし、危ねえ。わや。いけ。よし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 。うんいいうんいいうんいい。お、当たるか。よし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 。今日うまい。うそ。よしよしよし。今日のローパー戦は運良かった。早いね今日。ナイスゴールド12秒。わやー、あれ好き、マジで好き。あのグランドローパーが奥に行く瞬間にあの刀って当たるんですけど、ウルトラソードって。今回だ、何回だっけ、4回から 8回の間だっけの間に移動するらしいんですけど、奥に。今回多分全部5回目ぐらいで行ってくから、めちゃくちゃ自然当たってる、ミスなく。結局ハルカンドラで決まるんで。うわ、このセミは気をつけよう。アップで今やったかと思ったよ。し今マジでやらかしたかと思った。スリープ取ったかと思った。
ろんあのスリープ取ったらスリープになんでできなくなります。出さないでマジで。まあいいでしょう。危ない、ちょっと近かった。あそこちょっとギリギリになること多いから、もうちょっと余裕持てるようにアプローチを細かいところまで見直した方がいいと思う。6の2の序盤今の危ないね、気をつけようね。はい、これいらない。もう危ない。ここは注意した方がいい。あそこはあの2個目のやつ挟まれがち。
危ない、ナイス取った。さーて6の3、ここは綺麗ですよ、だいぶ気持ちいい。まあちょっと早かったマジー。オッケー、よく便座乗れた今。あ、やばい、待って、もうやばい。あ、やばい、やらかした。リングトリに入ります、これは一回。ミンチになっちゃった。いや、トリに帰るべきかな、これミング。いや、行くべきな、帰るべきだな。いや、でもどうしよう、でも、あ、でも帰った方がいい。帰るか。戻りましょう、一回。インドクリーン。だからここでウィング取りに帰っておいて、次の6の4、初っ端からウィング危ない時、危ない場面なんだよな。そこがめちゃめちゃ心配だけど、まあそこ突破しちゃえばって感じ。
じゃあこれ、あれだな、あそこで、さっきのグランドローパーのとこで、取ればよかった、回復。まあいいでしょう。まだ1分40秒ぐらい残っていくから。7面が多分ね、結構時間かかってるんだよね。7の1が、7の2か、7の2が1分20秒。まあ7面頑張りましょう。今日も結局7面ゲーですね。いつもだけど、いつもこのゲーム7面ゲーだけど。3と7で決まっちゃうゲームだから。7があまりにも強すぎて、この曲好き。あー、危ねえ、トゲ当たるとこあった。今日あのトゲ気をつけようぜ。あれ当たったことないけど、当たったら絶対コピー切るじゃん、あれ。ミニゲーム感ありますね。楽しい。初見の時エナジースピアに切れた記憶あるけど、もうそんなのわかるかっつって、初見で取れるかっつって。踊りをちゃんと。
寝てたら倒されたかわいそう。これ炎上ですね。炎上案件。あぶれ。これいつかやらかしそう。この辺、この辺かな。さあ7目頼む、お願いします。あっぶっ、十字ボタン押しちゃダメ、トスになっちゃうから。すつかシャトルループになっちゃう。マジヒヤリハット。前回ここでなくしたんで1個ナイス、オッケー。最後まで切り抜くな。
ゲイ。ナイス。水槽がガレンジ、なんか探したら出てきそうだな。クラッシュかもじゃない。飛んでいいやもん。いやもうなんかいいガードの仕方ないかなあれ。なんかこの前ガードしてたら当たったんだよな壁に。昨日通した時。それ以来あれがトラウマになったマジで。危ないって。いやーもうよじ登った。危ない、ナイス。あ、これってこれ危ないこれ。
るかな。いける、OK。ちょっと遅いけど、いいでしょう。ナイス。あ、マジ。あぶねえ。待って、あぶない、ナイス。待って、落ちる。あ、落ちた。まあしゃあない。次のネギで意味があるから、まあそれで対応。お、下へ処理の手間が省けた。あ、ニクさんグッドラックありがとうございます。下にあれがあるね。確かに肉があった気がする。これじゃないんだけど。下のここにホットドッグ2個あるから、これ取ろう。まあちょっと遅いけどしゃあない。こう今のエリアのアプローチはちょっとそろそろ今のエリアのアプローチはそろそろちょっといい感じのをつかみたいですね。リンク使っていけるやつ。まだだいぶ安定取ってるから、ここは凶悪っすよ。なかなかやっぱり太陽だと。正式には太陽じゃないらしいけど、これメテオボールだっけ。あ、やばい。あ、でも大丈夫。ここまでビンがある。大丈夫。すげえ、なかったケビング。あ、ないか。もう過ぎちゃったか。まあしゃあない。こっからしばらく回転登ってるだけだから、もう正直もうウィングあってもそんなに変わんないと思う。もう遅くはなるけど。やばい、待って。まあしゃあないね。次のボス戦はウィング使わないんで、もう自分のチャートだと。イエーザー OK。 あとボスだけ。
ランディア、ちょっと前回下っていくから今日はそんなに行きたい。お、いいんじゃない。あー待って、ここで倒せないのはちょっと遅いかも。やっぱあ、やばい。遅いわ。遅かった。はい、あのディメンション頑張りましょう。死なないように。Let's shooting。 痛いねこの野郎。マジで危ない。ちょっとあんま攻めないで。攻めても変わんねえから、ここ。ストラモートのこいつの色、あれだったね、あのイクラの寿司みたいなやつ。軍艦巻きだった感じに。やべ、
風起きろ起きろ起きろ、ウィーリモコン目覚めよ。一発目当てれるかな。よし、ナイス。うまい。あー待って、やらかしちょっと遅くなっちゃった。まあまあ、ナイス。大好きでもフォロー突破。3、いやー、1時55分台あるかな。だいぶ怪しあ、55分切れなかった。56分、56分か、56分切れなかった。あ、でも1時間、2時間切れました。DC。ナイス。あ、DJ ありがとうございます。あ、DJ ありがとうございます。なんとか2時間切れた。お、Thank you ZZ。 DJ ありがとうございます。はぁ、あ、ありがとうございます。なんとか切れました。今日切っときたかったけど、なんとか切れてよかった。まだ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 ウィングなくなる場所はね、あるけども、それでもだいぶ初投手に比べてミスは減らせるようになったんじゃないかなと思います。機会があればもっとカビ詰めたいな。
初めてカービィのハルト触ってみたけど、やっぱり難しかった。やっぱりカービィ難しい。ミスが許されないのが本当にきつい。まあ、なんとか、とりあえず当初の目標の2時間は切れました。ありがとうございました。まあ、もうちょっと詰めてみたいね。だから、また、時間を見つけてやりましょう、カービィ。じゃあ、レイドを飛ばして、今回は終わります。お疲れ様でした。レイドじゃなくてなんだっけ、あの RT ハッカソンの方でね、あの星のカービィ Wii デラックスをやるので、ぜひとも正直マジでどこまでできるかわからないけど、スイッチのカービィって触ったことないし、まあ、心配しかないけど、とりあえずもやれるだけできたらなと思います。はい、じゃあどこに飛ばそうかな今日。じゃあ今日はここに行くか。じゃあお疲れ様でした。次の配信は多分まあなんだろうな、まあ、カービィ Wii か、まあ、リギャラかな。多分予定としては。じゃあ、お疲れ様でした。グッナイ。いい夢見ろよ。お疲れ様。
Thank you.